平安鎌倉武将紀行小笠原長清子。ここは小笠原山寺の八幡神社、山寺八幡神社に来ています。今すぐそばにですね、菱堂、祠堂っていうのがあったんですけど、そこも行ってきました。ここ前は来たんですけど、その小笠原公のことがこっちには書いてないんですが、菱堂の方にはですね、その京都で亡くなった長清公の、ご遺体をこちらに運んだみたいですよね。でこの八幡神社の前に埋葬したということなんですが、前ってどこでしょうね、その場所は分かんないですが、要するに長清公のお墓っていうのは、館の方でも話してますけど、今の北杜市ですよね、あちらの長教寺さん、やっぱりあっちが供養塔なんですかね、その墓碑としてあるのはそこしか見たことがないんですが、だから今の祠堂、菱堂っていうのも、お堂っていうかお墓なんでしょうね。結局長清公のその本当のお墓っていうのは埋めたとはっきり書いてありましたから、そうするとその墓はと、この神社の境内にあるとは思えないんですが、今ちょっと周りが住宅地とか道路で整備されて全部なくなってしまってるんで、どこに埋葬されたのかっていうのはちょっとわからないんですけど、そのことも場所の特定のことは書いてなかったですよね。そうなると長清公のお墓は北杜市の長教寺さん、もしくは長教寺さんの方は夫婦で夫妻の墓っていうことで、ありましたから、この山寺八幡の前に埋めたということでしか書いてないんですよね。で菱堂なんで、あれがある意味祀られてるということはお墓なんでしょうけど、ちょっとここね見てますけど、長清公のゆかりということで来てますので、神社の説明は省略させていただきます。本殿がね、割と大きな神社ですね。これが神社の説明ですが、どうなんですかね、神社の境内に普通は菩提寺というかお寺ですから、神社の前に埋めたということだけしか書いてないですよね。何か手がかりがあるでしょうか。社務所はどなたも来ませんね。静かな神社ですね。京都みたいなね、農道っていうんですか、ちょっとそんな雰囲気ありますけど、関係ないですかね。ちょっと逆光なんで、ここは特に小笠原長清公はゆかりかもしれませんけど、家紋とかは神社ですからね、小笠原家とは関係ないと思いますけど、はい、長清公ゆかり山寺八幡神社でした。